然普通やね、これ。本当に。なんか、あの、マイクの帰りがない分、あの、ちょっとスタ、なんか、そこの感覚は違うなって感じぐらいですね。声が小さい。いや、でも全然マイクは OK ですよ。あの、通常ヘッドセットしてるから、帰りが、返しがすごくあるから、ね、あれがない、やき、な、みたいな感じやね。どんな緊張感なのか時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えします。この番組ではご意見ご感想も受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com また FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声も配信しております。そして同時放送をリッスンラジオまたはマイチューナーで聞くことができます。こちらはパソコンやスマホから聞くことができます。そちらも試してみてください。こちら完全に同じものがお聞きいただけます。早速ツイキャスカンパチさん来てますね。おはようございます。今週もよろしくお願いします。さあそれではですね、4月の今日は4週目になっておりますけれども、今年度から月1コメンテーターとしてなんとゲストをお呼びしております。今日はリモートになりますけれども、社会福祉士で防災士の稲垣悟さんです。おはようございます。はい、おはようございます。皆さんどうも、ご無沙汰していますの方もいれば、初めましての方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですよね、ライフサポートラジオでもね以前出ていただいたこともね、はい、何度かありますよね。はい、はい、でこれから月1回コメンテーターとして登場していただけるということで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あツイキャス来てますね。長谷川淳さんが、お稲垣先生って来てます。わかるんですかね。長谷川さんいつもありがとうございます。あ、わかるんですね。はいはい、 あとチョップーさん来てます。ペコリンチョこんにちは、ありがとうございます。はい、それでは今日はね、これからいろんな深いお話聞いていきたいと思いますけれども、まず初回なので、稲垣悟さんがなぜ防災士になったのかっていうきっかけなどを聞いていきたいと思います。はは、なるほど。僕が防災士になったきっかけですよね。はい、うん、僕は、2004年から5年にかけてですね、はい、沖縄に移ってきたんですね。なんで移ってきたかって言ったらですね、僕は実は、
字の向くなんですね。へえ。奥さんがまあ義の湾の人だわけですよね。で、まあ神戸から連れてこられてしまったみたいな感じなんですね。あ、じゃあ元は神戸で、はい。その移ってきた都市が、まあ、阪神淡路大震災のちょうど10年やったんですよ。これは僕は神戸の出身で、阪神淡路大震災で、まあ、被災をして、避難をして、その後、まあ、町がもうね、その全滅に近い状況になったので、それをどうやって地域の人たちと一緒に楽しいというのか、面白い町をもっぺん作っていくのかみたいなことを、はいはい、まあ、やってたんですけども、ちょうど10年の節目になったところで、まあ、沖縄に来るということになったのでね、それで、沖縄に、まあ、移ってきて、まあ、社会福祉士としてですね、こっちで動き始めたんですね。でその時に、当然僕らは社会福祉士なので、社会的に孤立しがちな人とか、それから立場の弱い方たちと一緒にですね、これからどうやって生活良くしていくのかということを、まあ、考える、そういう、まあ、仕事なんですけども、はい、災害が起こった時にどう一緒に動くのか、あるいはね、どうしていいのかっていうのがほとんど知られてないという衝撃的な現実に直面をしたんですね。あ、やっぱり沖縄はこのね、阪神淡路大震災みたいな震災も最近、みんなその被害に遭った人がいないから、意識がまた全然違うと思います。そうですね。まあ、その当時ね、実は新潟で中越地震とかね、はい、中越沖地震というのがちょうどその頃にあって、はい、その前にも福岡県、西部地震とかね、いくつかはあったんだけど、うん、やっぱり沖縄から離れているので、はい、我がこととしてはほとんど受け止められてなかった状態があったんですね、うんうん、そうですね。じゃあまずはその神戸に住んでいて、本当にこう町が全滅ぐらいのところに、まず状況に出くわして、遭遇して、うん、それがきっかけで、まあ、はい、興味が防災とか。そう、まあ、そうですね、興味というか、もうそれが生活になったんですね。で、まあ、僕はまあ、かろうじてね、倒壊した、ものの下敷きにはなったんだけども、生存空間がちょうどできて、そこにうまく入り込めてたので、まあ、生きてるんですけどもね。やっぱり、たくさんの方亡くなられたし、家も失った人も仕事も失った人がもうそこら中にいてて、で、まあ、僕は当時実は新聞社にいたんですね。新聞社で、はい、記者としての仕事とかをしてたんですけども、はい、もうそんなどころじゃなくなって、うん、自分たちの周りでも本当に孤立してる人がたくさん出てきてるね。で、この人たちと一緒にやっぱり町のことを考えないと、神戸は本当にこれはもうなくなるなと思ったんですね。で、それで地域の人たちと一緒に動くようになって、で、まあ、その時は阪神淡路大震災の時代はまだ個人情報保護法とかないんですよ、はい、なのでね、結構個人情報もフリーな状態で、しかも僕はまあ地元の人間やし、その孤立してる人のお家をこう訪ねて回っても、まあ、そんなに不審者だとか思われることはなかったんですけども、はいはい、ただこれからおそらくその自分が何者かを証明できなければですね、個人情報保護法も今後できていくのでね、いろいろ自分がこう何者かを証明しつつ、それからまあ自分がこの震災後の地域でやってきたことをちょっと理論化しなきゃいけないと思って、それで何か資格がないかなと思って探したら、社会福祉士という資格があったんですね、はい、それで国家資格なんで、国家試験を受けなきゃいけないので、その勉強を、まあ、始めて、まあ、それを取得したのが、まず地域防災とか地域の福祉に、その、
自分の目線をこの軸足が移るきっかけにはなったですね。それの後に、まあ、まあ災害ということもひっついてくる感じになったっていうような、そんなイメージですね。なるほど。じゃあもういきなり被災してこの状況にもう置かれて、うん、そこから復興活動して、うん、その後で、うん、じゃあこれを生かすためにはということで、あの資格を取られたり。そうですね、はいはい、そうですね。だからまあ仮設住避難所に最初行って、その後仮設住宅で困ってる方を回ってるうちに、あ、やっぱり自分はこの自分がこう何ができる人かっていうことを端的に表現できなきゃいけないわと思ったんですね、はい、それで、まあ、社会福祉になって、まあ、かかるようになった。ただ、はいはい、沖縄に来た時やはりね、お話さっきしたみたいに台風の経験値はねあるので、はいはい、台風防災に関しては結構エキスパートなんですよ、沖縄県民、ね、ただそれ以外に関しては経験がないだけに、なかなか、その技術もそれから知識もないという状況だったので、じゃあ自分に何ができるかなと思って、まあ、沖縄に移って活動を始めたという感じだったんですね。うん、じゃあそこでもうね、みんなの意識のギャップもすごくあったと思いますけれども、うん、大変だったんじゃないですか、うん、最初。あ、そうですよね。防災って言ったらね、はい、沖縄は風が吹くから火事は消えるから大丈夫さってよく言われたんですよ。あまり意味がわからない。逆なんですよね。風が吹いたら火事は燃え広がるんだけど、はいはい、で確かに沖縄は平均風速 5.5 なんですよ、秒間ね。でこれ本土の倍なんですね。あ、やっぱりそうですよね、強いですよね。うん、僕ら阪神淡路大震災の僕ら神戸のね被災地は神戸の平均風速 2.7 ぐらいですね、はいはいはい、で阪神淡路大震災の時は奇跡的に 0.3 ぐらいだったんですよ。あ、風がなかった、ね、にもかかわらず、うん、あれだけ燃えてしまったんですね。だから沖縄の 5.5 というかあの風がもし大きな災害があって火災が広がった時に 5.5 が吹いてたらですね、まあえらいことになるし、うん、首里城のこのね、はいはい、火災で全焼した時の風速って知ってらっしゃいますかね。わからないです。あれ夜中だからそんなでもないのかなと思ってた。そうなんですよ、実は 3.5 から4ぐらい、平均風速より全然少なかったんですね、うんうんうん、でもバーッと火が燃え広がったし、燃え殻が、那覇市の余儀まで飛んでるんですね、はいはい、うん、だからやっぱりね、その辺からいろいろ一緒に考えていかなきゃいけないなっていうのはその時すごく感じましたですね。あ、そう、もうすごい、もうすごく最初のそういうところからね意識変えるところからですよね、うんうん、ツイキャスがいろいろ来てますね、うん、あ、長谷川さん、先生スマでしたっけで来てますね。神戸はスマですか。あ、スマなんですか。僕奈良です。奈良区です。あ、まあ、それを沖縄で言っても誰がどれぐらいの人が分かるか分からないですけど、うんうん、そしてバッテン熊五郎さん来てますね。熊本から聞いてくださってます。はい、そして、カープボーイさんも来てますね。沖縄は遠いから他人事っていうのは訂正してほしい。お互い様だから本州の人たちも沖縄の台風どっか他人事で感じるよ。天気予報とか本土のテレビ聞いてると、あ、まあ、そういう意味で言ったんじゃなくて、うん、遠くの災害で自分のところまで影響がないっていうか、うん、っていう意味ですよね。そうそうそう、うん、経験がないのであまりよくわからないという意味ですね、うんうん、決して知らんふりしてるという意味ではないですね、うんうんうん、はい。あと長谷川さん、今は個人情報保護法があるために要救護者がどこに何人いるかが把握できない状況ですねと来てます、うんうん、もういろんなね課題とかハードルが上がってしまってね、はいはい、個人情報保護法、まあ、それがあるから行政がさらに動けなくなるし、まあ、動かなくなってしまったという側面もありますね。へー、
あと沖縄は木造家屋少ないですから、そんなに燃え広がらない予想をしていますと来ています。ああこれね、皆さんそう考えてるんですよ、はいはいはい、あの確かにね、沖縄は非木造 96% なんですよ。ところが中燃えるもんだらけなんですよ、お家の中は、ね、はいはいはい、しかも家具固定とかしていないので、家具がこう倒れてしまったら、まあ、脱出できないし、そこに火がついたらですね、焚き火効果といってめちゃめちゃ酸素がよく入るからむっちゃ燃えるんですね。だから中から燃えてしまうというね、中に火がついたらもう手がつけられなくなるんですね。でも火事って中から起こりますよね。あ、まあ燃え広がってきた場合は違うけど、そうだからそこに盲点があるんですね。あの沖縄は非木造が多いから燃えないだろうと思ってるけども、実はそこにすごく課題多くて、消防も実はすごくそれで、苦悩してるんですね。うん、うん、やっぱりこう中のものが燃えるということになかなか意識が回らないことと、それとまあ固定されてないのでやはり脱出ができないし、それともう一つ大きな課題として、建物にほとんどのお家に窓ガラスに柵があるんですね。うん、これは台風対策ですかね。台風の、まあ、飛来物防止だったり、うん、防犯という意味でね。でこれが脱出を阻むだけじゃなくて救助もできない、ね、うん、だから中に火がつくと、うん、外と完全に遮断されてしまう可能性が高いんですね。はい、なのでこう沖縄は大丈夫っていう思ってしまうのはいろいろ危険なので、うん、いざという時のためにこういうふうに、問題もあるということをね、いろいろ教えてもらったり考えていきたいと思いますけれども、ちょっと一旦 CM を挟みまして、続けて稲垣、今日は稲垣悟さんに来てリモートで出演していただいています。一旦 CM です。ライフサポートラジオをお送りしております。今日は4月4週目ということで、今年度から月1コメンテーター、社会福祉士で防災士の稲垣悟先生にリモートで出演していただいています。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、今そんなこと言っても台風対策だよっていう意見も来てたんですけど、今もね台風来てますね。で現在は、その影響で宜野湾市は波浪注意報が出ております。ご注意ください。波浪注意報が現在出ております。今はですね、スリゲ台風第2号がね、非常に強い台風、フィリピンの東にありますね。うん、で、これもでも今東に向かっていますね。予報円がねちょっと向きが変わってますので、うん、今日も今日だから明日23、24がやっぱり一番近いと思いますのでご注意ください。はい、今日は稲垣先生になぜこの防災に取り組むようになったかっていうね、うん、きっかけをまずお伺いしております。うん、うん、はい、
まあ、じゃあ、さっきの続き少し話しますかね。沖縄県民が果たして防災意識が低いのか、ね、ないのかっていう話したいと思うんですけども、沖縄県民って防災意識ないよねって、沖縄県民自らね、これ住んでらっしゃる方はすごく打ち値すると思うんだけども、まあ、みんなそう思ってるんですね。私たちはやっぱりこう他県のことの情報も入りにくいし、やっぱり防災意識低いよねって自分たちでも言ってるけど、実はそうでもないんですね。これはな何かって言ったら、やっぱり台風なんですよ。台風に関しては、今国がね、タイムライン防災っていうのを進めてるんですね。タイムライン。5日ぐらい、要は台風が来る5日前ぐらいから、準備をちゃんと時間割決めてね、やりましょうみたいなね。ところが、沖縄の人はですね、大昔からこれをやってきてるそうんでですすよね。ね。つまりね、もう熱帯低気圧が発生したあたりから、街中ではこの台風はどこに行くかというですね、予想が飛び交うんですよね。そうですね。で、いつぐらいにどんな影響があるかみたいなことはもうすべて頭の中でみんなシミュレーションができていて、その準備の段取りもできているし、そ食べうで物のす段取りもできている。ね。で、この食べ物が実は面白いんですよね。実は沖縄のその保存食、備蓄食というのは非常に理にかなっているというのかね。沖縄で今防災ブームになってしまって、備蓄食あれ買わなきゃこれ買わなきゃとかって思ってる人多いんだけど、僕は地域でいろんなところで、まあ、一緒に実践とかね、講義とか講演とかする中でよく伝えてるのは、お家にあるものそのものが実は沖縄の場合はもう備蓄食になってるので、新しいものを買い揃えるというよりも、まあ、自分のお家にあるものをきちんと補充して食べていくことだけで十分ですよって話してるんですね。確かに、そうめんとかツナーとかね。ね、要は小麦粉とかね、それからツナとか、それからまあ、かつお節とか昆布とか、それからまあ、最大の備蓄品は米なんですよね。で、沖縄の家庭はそういう事情で、まあ、断水もしやすかったから、ガスも止まるケースもあったからね、やっぱりカセットコンロとかよく持ってらっしゃるんですよね。なので、食品と、それから熱源と、そして水を持っていたら、直ちにこのご飯が作れるわけですよね。で、小麦粉を使ってうまく作ったりとかね、っていうこともできますよね。で、つまりそういうストックが常にあって、で、ローリングストックというんですけども、常にこのものを、なくなったら、補充をしていくという備蓄の考え方が、もうずっとずっと昔からこれできているんですね。じゃあこのいざという時にそれをそのまま活かせばいいっていうそうです安心ね。がしありかまも、すね。戦前からね、調べていくと、もう戦前からこういう体制できてるんですよ。自己完結がね、各家庭でできる体制。で、沖縄は、本土の人はちょっとびっくりするかもわかんないけど、実は味噌文化なんですよ。もう大昔から味噌は各家庭で作っていて、これを2、3年分作ってるんですよね。で、これをこううまく使ってるし、やっぱり沖縄は熱帯気候で保存性に難しい課題があるので、保存できるものをたくさん作ってきてたんですね。これらをうまく活かしながら、何かあった時に食べていくということは、本当に先輩たちたくさんやってこられていて、これを見直して評価をしていくのが、沖縄の地域にあった防災だなというのは、こっちに来て20年近くですけども、こうよく分かったし、どんどんこれが面白くなってってね、これを今地域の皆さんと実践してるところなんですね。素晴らしいですね。それだったら沖縄の人は別に、それでいいんだっていう感じでね、すごく身近な、だったらできるわっていうね、感じになると思そういでますす。よね。しかも、旧盆の前に、まあ大体、中元贈り物やりますよね。で、その時に大体贈られるものはツナ缶とかそうめんなんですよね。で、これはそのまま、ストックになって、その後に台風がやってきたものに使えるというね、こう非常に循環ができてるんですよ。だから、
非常にこの歴史とかね、この僕ら神戸の人間も災害というのは一つの文化になってますけども、うん、沖縄もやっぱりね、この台風というのは一つの文化になっていて、うん、防災も文化に書いてるんですね、うんうんうん。じゃあ、稲垣先生がね、もう沖縄に来られて17年ぐらい、うん、ぐらいですね、17、8年かな、17、8年ということなので、はい、そこで気づかれたこともたくさんあると思いますのでね、うん、沖縄ならではの防災対策とかについてもこれから伺っていけたらなと思います、うん、はい、はい、もうあと残り少なくなってしまったんですけれども、一言最後に、きっかけ含めて、まあ、意識ちょっと高めていただけるようなことを言葉いただけますかね。うん、そうですね、やっぱり自分たちの台風を中心とした、ね、災害に対する対応力に自信を持っていただいていいと思うんですね。うん、ただ規模とかそれからそのパワーは大きくなってるので、若干アップデートはしなきゃいけないですね。はいはいはい、自分たちのその文化をきちんと見直してアップデートもしていくと、それほど沖縄の防災っていうのはむしろ他県に比べて進んでる部分多いということですね。うん、これをちゃんと覚えておいていただくといいと思いますね。うんうん、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあまた来月もお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、今日は防災士で社会福祉士の稲垣悟さんに来ていただきました。リモートで出演でした。ライフサポートラジオをお送りしました。また来月もね、来てくださいますので、質問もぜひお待ちしております。熊本地震でスーパーやコンビニから食うものがなくなったとき、塩にぎりがとっても美味しかったのを思い出します。千葉人参思います。じゃあありがとうございました。次の番組来るので一回移動しますね。カンパチさんもありがとうございます。長谷川さんもありがとうございます。カープボーイさんもありがとうございます。そうなんだ。はい、お元気ですか。はい、もしよかったら聞いてください。はい、いや、ありがとうございます。じゃあ、金浜さん、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の人が教室ということで、はい、